マクシマ・ソレギエタ・セルティは、第七代オランダ国王、ウィレム・アレクサンダーの王妃、オラニエナ・ナッサー皇妃。1977年撮影1971年、バスク系、イタリア系アルゼンチン人のホルヘ・ソレギエタと、二度目の、妻で、バスク系アルゼンチン人のマリア・デル・カルメン・セルティ、カリカルトの娘として、ブエノス・アイレスで生まれた。父が戦災との間に設けた。 イボアが三人、同母兄二人と同母妹,妹がいる。父ホルヘは裕福な農場を経営者で、ホルヘラファイルビデラ政権時代に農林大臣を務めた。1995年にアルゼンチンカトリック大学で経済学の学位を取得し卒業した。1999年、米国ニューヨークで銀行に勤めていたマクシマは友人主催のパーティーのあった。 セビリアのバルで親戚に紹介された女性と一緒にいたオランダのウィレム・アレクサンダー王子と知り合う。この時、マクシマはウィレム・アレクサンダーに王子とは知らずにカメラを向けたため、失礼だぞと制止されるも王子と同行していた女性を、そんな美人じゃない人と一緒にいてなどというなど、物おじしない対応をしたという。2000年頃、二人の交際が公になり、オランダ国内で、 大きな議論を巻き起こした。マクシマの父ホルヘが、軍事独裁政権であった、ビデラ政権の閣僚であったことが問題視されたので、ある。罪のない市民の大量虐殺を引き起こした政権の、実力者の娘と、次期多い継承者との結婚を許していいものか、もし結婚を選ぶなら多い継承権を放棄すべきだ、との世論が巻き起こった。結局、 ホルヘは大量虐殺には一切関与していなかったとの結論が出された。2001年1月31日の女王、ベアトリクスの誕生日、女王夫妻とウィレム・アレクサンダー、そしてマクシマが並んで写された写真が公表され、女王とオーハイ・クラウスが二人の結婚に賛成の意向を示していることを公に示した。2001年5月17日、マクシマは、 オランダ国籍法に基づくオランダ国籍を取得した。結婚前に外国人がオランダ国籍を取得することはオランダでは慣例となっていないため、この特別扱いは不満を引き起こした。現在はオランダとアルゼンチンの二重国籍を持つ。結婚式の数日前、女王ベアトリクスによってマクシマはオランダのプリンセスの称号と殿下の継承を授けられた。 一般に考えられているのとは違い、マクシマは、ミレム・アレクサンダーと同じプロテスタントに改修せず、カトリック教徒のままである。しかし、マクシマは、ミレム・アレクサンダーとの間に生まれた三人の王女たちをプロテスタントとして育てることに同意している。過去、ベアトリックス女王の妹である、イレーネ王女とクリスティーナ王女が、カトリック教徒と結婚した際には、議会から承認が得られず、 王位継承権を失っている。マクシマとウィレム・アレクサンダーは2001年3月30日に正式に婚約した。テレビ放送された婚約会見では、マクシマはほぼ流暢なオランダ語を披露した。2002年2月2日、アムステルダムのブールス・ファンベルラーヘで民事婚を行い、アムステルダム新教会にて宗教婚を執り行った。しかし、 結婚の障害になりかけた日の父ホルヘは式に招かれなかった。また、夫を一人残していけないとして、母マリアも式に欠席した。式中、アストルピアソラのアディオスのニーノが流れた時、マクシュマは両目から大粒の涙を流した。2003年に第一子、長女カタリナア・アマリア王女が誕生。2005年には、第二子、次女、アレクシア王女が誕生している。 2007年4月10日、第三子、三女となるアリアーネ王女が誕生した。2005年、銀行で働いていた経験を活かし、国際連合の国際マイクロクレジット年におけるアドバイザーとなった。LGBT の人権擁護活動を支援する、世界でも稀な王族の一人である。マクシマの広報担当は、プリンセスは、オランダ国内のすべてのグループが平等な権利を持つ。 ことに賛同している。と述べている。即位式の日、2013年5月7日2013年4月30日を、もって、ベアトリックス女王が退位し、翌5月1日付で、夫ウィレム・アレクサンダーが、オランダ国王に即位した。これにより、マクシマは、エンマ王妃以来123年ぶりとなる、オランダ王妃となった。二千十四年十月二十八日から十一日まで、 国王と共に、夫妻で日本を国賓訪問した。その際、法官大受賞を受賞した。ありがとうございます。